してんだろう。インスタライブは久しぶりかもしれない。ライブ自体はやってるけどね。今日はね、結構薄い感じのメイクだよ。聞こえるかな、ここでも。ちょっと角度がさ、あんまり良くないんだけど。なんかいろいろトレーニングされた気がする。化粧ができないの。ちょっとマジで角度がさ、こういう感じになっちゃうの。ちょっとしゃがむから。いい？どこで化粧してんの？え？お手洗い？いや、ここが一番人いなくていいかなみたいな。もう超適当な化粧ね。薄めで今日は。もう本当にさ、最近マジ化粧が適当なんだよ。これでいいだろうみたいな。こんなんで一緒。Gracias。目腫れてる？なんで？なんでとか言って。腫れてないよ。もうね、本当に薄めでいいやって感じ。化粧あの超スピード化粧してる今。待ってね、ちーちゃんが帰った後クレンジングで、そう、帰ってすぐクレンジングで落としてます。首長い私。よ、首長い。首長いって初めて言われた。アイシャドウこんな感じ。ちょっと指のがやりやすいから指でやっちゃう。できた。化粧終わり早すぎ。リップもつけるよ。でも早かったでしょ。これがジュリアのスピード化粧です。女神ですかとか。ちーちゃん仕事があって速攻にされる。ありがとう。え、2ミリは食うことって。はみ出す感じで、ちょっとだよ。大げさにはみ出したらマジ変なになっちゃうから。で、今日はディオールのこのやつ。シャドウはパープルではないんですけど、一応パープルになるのかな。普通のラメからのちょっとパープル。
鼻くそついてない、ついてない、 OK。 こういう時に鼻くそとか見えたらちゃんと教えてね。できた、完成です。どうですか、この5分、化粧時間5分一緒終わりです。変だよ、変、何が変ですか、何が変、え何が変、今度メイク一から見たいです。ほぼ一から見たよ、みんな痩せちゃった。え何が変、ちょ 今のうちに言ってくれないと直せないわ。平気、大丈夫そう。アイライナーはしないんだけど、した方がいい、アイライナーした方がいいかな、しなくていいやとか思っちゃう。しとこうか、一応しときます。じゃあなんか本当に化粧はね、マジで超短めに、色が変、色が変、プロレスラーみたい、マジで。目元だけしたら、そっか、プロレスラーみたいわ。初めて言われた。そうなん、プロレスラーみたいだったの。恥ずかしいじゃん。え、ちょっと長すぎたんじゃない、まあいいや。ダンサーの時みたいなアイライナーにしちゃったんだけど、キャバクラでこんな濃いのはよくない、濃すぎじゃない、ちょっと顔今日。私キャバの時こんな化粧しない。ちょっと化粧濃くない、もう消せないよ、やば、もうめっちゃ濃いけどもう消せないよね、濃いよね、うわどうしよう、もう今から消せない、ちょっと待って、どうしよう、濃いよね、大丈夫そう、シャドウぼかして、こんな感じってこと、こっちの方がいいか、 OK。こんなんでいい？ちょっと消すみたいな、ちょっと薄くなったかな、どう？へえ。オッケー、じゃあもうこれで、もうこの後変だよとか言わないで、私結構気にしちゃうから。よし、では私頑張ってくるね。マツエクがシャドウに乗っちゃって汚く見える。こうしろってこと、これで OK ってかの、こうしてくださいみたいな、ここ拭いてくださいみたいな、これでいいかしらもういい、もう行ってくるね。あのTikTok 動画載せたからさ、ちょっとコメントしてよ、コメントないと結構ちょっと寂しいからさ、なんか動画撮ってるのになんかコメントないみたいな、ちょっと悲しいじゃん。だからちょっと応援してくれてる人はちょっと TikTok 行ってちょっとコメントだけ残してくれたら嬉しいなって感じ。頑張ってきます。消えないんだけど、どうやって、